肺がんのため長らく病床にあった吉川英治さんは薬石の快楽9月7日亡くなりました。横浜ドックのカンカン虫から文学を志し、大衆文学の上に金字塔を打ち立てた吉川さん、文化勲章を受けた際も国民から賞をいただいたものですと謙虚に語っていました。9月12日その霊前に従三位勲一等瑞宝章が贈られ、しめやかな葬儀が営まれました。その文学とともに大衆を愛してやまなかった吉川さん、その人柄を慕うように昇降の列はいつまでも続いていました。